75号ではテールランプをトランクパネルに取り付け、さらにインストゥルメントパネルを組み立てます。今回付属するパーツです。最初にテールランプをリアパネル裏側のランプハウディングに差し込み、接着剤で固定します。 LED の配線コードの先端を直角に曲げておき、そこに接着剤をつけて、13が外側、11が内側のハウディングにそれぞれ差し込み固定します。右側は内側が10、外側が12の LED がつきますので、間違えないようにしてください。取り付けたらケーブルは左右それぞれこのように取り回しておきます。次にインストゥルメントパネルを組み立てます。メーターパネル部分がテープで付けられているので、一旦取り外し接着剤をつけて組み込みます。次にステアリングコラムカバーにイグニッションキースイッチを接着します。コンビネーションスイッチレバーをコラムカバーにはめ込みます。先端の爪部分を先に入れるようにして押し込みます。次にターンシグナルスイッチレバーをコラムカバーに接着します。切り欠きに合わせて取り付けてください。完成したコラムカバーの突起部分に接着剤をつけて、インストゥルメントパネルのメーター下にはめ込みます。これで75号の作業は終了です。なおネジ BB は取り置きになりますので、紛失しないようにしてください。